少し興奮したようだ。寝込みを襲われたんでね。過ぎた言葉があったら謝る。いえ、事実ですもの。いや、この俺のろくでもない才能のせいさ。道を歩けば銃撃戦に出会い、事務所でくつろげば瀕死の人間が訪ねてくる。過去の経歴は見せていただきましたわ。信じられない才能です。そういうことだ。君らが来ても来なくても、俺はやっぱりヤバいやつなのさ。ろくでもない目にばっかり合ってる。でも立派に事件を解決してきたのではありませんこと。普通の人間なら100回は死んでいますわ。普通の人間は100回も死ぬような目に遭わない。アイドラーの中では相馬さんの身辺をマークしていれば次々に凶悪事件が発覚すると言われております。逆だ。俺がいなければ町は平穏無事になっているさ。だからこうしてお隠れになっていますのね。俺みたいな人間が事務所へ戻ってみろ。掃除のばあさんがいきなり銃を乱射しても俺は驚かんね。ここなら大丈夫なのですか。一人でさっさと逃げられるからな。嘘です。悪に立ち向かうのではありませんこと。とんでもない過大評価だ。俺を誤解してる。そういうことにしておいてあげます。やっぱりやりにくい。で、相馬さん、朗報ですわ。アイドラーの会長が急死したのかい。いじめないでください。アイドラーでは相馬さんをまた表彰するそうです。特攻前の2階級特進かい。とっとと死んでこいって意味かな。誤解ですわ。名誉なことです。インターポールの顧問から直々に表彰されますのよ。表彰状を片手に持って体の後ろにナイフを隠すのが連中のやり方だからな。随分と考え方が偏ってますのね。どうかな。それに俺はもとより幸せ事務所の連中はありがた迷惑だろう。有給休暇がこれでまた遠くなるってね。贅沢ですこと。私が代理人で受け取っておきます。勲章や表彰がもう2桁ほど溜まっていますから。で、神様だって寝ている時刻にこの俺の安眠をわざわざ阻害してくれた理由はそんなことかい。それもあります。他もあるってことか。はい。じいさんから聞いてないかい。俺はアイドラーからも滅多なことじゃ依頼を受けない。分かってます。依頼などされなくても事件にはこと書かないのでね。ではっと、どれがよろしいかしら。書類を見て検討してる。俺の話など聞く気はないらしい。最近世間を賑わしている怪盗9900号の案件はいかがです。週刊誌で持ち上げられてるやつか。金持ちから盗む義賊ってもっぱらの噂だ。犯罪者であることに変わりはありません。ごめんだね、警察に任せる。それではと、野党政治家の献金疑惑はいかがですか。献金疑惑。解決希望日数がうんと長くて報酬額もうんと高いです。アイドラーの性的の調査などうんとごめんだね。よくご存知ですわ。次。それでは誘拐された政治家先生の娘さんに関する調査。選挙目当ての表現という話だが。さすが凄腕のディテクティブですわ。俺を利用しようとするなよ。ろくでもない目に遭うのは君らなんだぜ。それでは海音寺邸の殺人事件はいかがです。半年ほど前、詐欺の常習犯が不満を爆発させた被害者に殺害されたってやつか。被害者は海音寺さんです。詐欺の常習犯ではありません。立派なメーカーを経営されていました。まだ殺人犯は捕まっていません。どっちが被害者だか。老人などからも騙して金を巻き上げていったって話だが。そう言われています。でもだからといって殺人が正当化されるわけではありません。6ヶ月も前の案件だろうに。
海音寺さんの娘さんも同様に襲われ、ショックで病院に入院しています。意識不明の重体です。気の毒に思うが、俺の出る幕はなさそうだ。はあ、そうするともうありませんわね。かくして俺はまた安眠を満喫できるというわけだ。いいえ。それとも一緒にベッドで運動していくかい？一度そうしてみたいですわね。けれどお仕事がありますの。じゃ俺はもう寝て。あ、一件残っていました。クラス A 向けのが。最初からそれだったんだろう。まったく。最近流行ってるゴースト事件の話はご存知ですか？聞いたことはある。つまらん事件みたいだが。そんなことはありませんわ。興味が終わりですか？多少ね。嬉しいですわ。クラス A の探偵に興味を抱いていただいて。だがゴーストの正体は空気中のプラズマかリンの発光現象って話だが。専門家は皆さんそうおっしゃっています。なら解決じゃないか。いえ、不可解な部分も依然残っています。報酬額は220万円、必要経費は別途支給、解決希望日数は13日間。お引き受けいただけますか？不可解な部分とやらを聞いてからだ。ゴーストを観測していたグループが行方不明になっています。誰だいそいつらは？大学のサークル活動です。心霊スポット研究会というのがその名称です。アホか。どこかに女の子でも引っ掛けに行ったんだろうよ。1週間経ちましたが音沙汰ありませんわ。どうももったいぶられている気がするな。どうして俺なんだ？適任と本部が判断しています。そうじゃないだろう。さっき君が言った額と日数なら他にいくらでも喜んで調査に行く連中がいるはずだ。話だけの仕事ならアイドラー専属の探偵を派遣すれば済むことだ。そう、話だけの仕事ならな。俺のところへ来た依頼だ。ろくでもない内容に決まってる。実はすでに一人探偵を派遣していましたの。なんだって？それが行方不明になっていました。またかい。その大学サークルと同じく。いえ、探偵は発見されました。ただ首と胴がきれいに切断されて、クラス B の無能という言葉とは程遠い探偵でした。殺しか？道具もなく、あのように自分の首と胴を切断する技術があるならば自殺ですわ。で、俺ならばというわけか。はい。おこぼれでクラス A をもらった俺なんかじゃ真面目な連中が怒り出すぜ。クラス B だって立派な探偵だ。世界公認ライセンスの凄腕の探偵がどれほどのものかよく存じております。努力だけでなれるものではありません。明晰な頭脳、的確な判断力、鋭い観察眼と推理、それらを裏付ける実績、クラス B の上が A ではなくはるか上なのだと本部の講習では教わりました。だから世界に30人しかいないのだと。現在日本に存在するクラス A は2人だけです。1人は別の案件に携わっていますから。俺ってわけか。やっぱりおこぼれたな。結論から言えばだ。はい。
断る。なぜです？君はまだ俺に全てを話していない。全て話しました。いいや、君自身のことだ。プライベートに関してはお話できませんわ。そうか、わかった。他を当たるがいい。なぜですか？理由は何でもいいさ。そうだな、難しそうな案件だから。クラスへのプライドがありませんの？世界のトップ30など俺にはいささか過ぎた名誉だな。仲間が殺されていますのよ。俺に仲間などいない。社会正義を全うしませんの？あいにくと俺と一番無縁な言葉だ。行方不明者の家族が悲しみます。税金泥棒って警察に殴り込め。不当な拒否としてアイドラー本部へ報告しますわよ。構わんね。いっそのこと俺を除名してくれないか。報酬額が足りませんの？才能並みの報酬はもらってるよ。お願いです。あなたに受けていただきたいのです。嫌だね。犬かあんたは。どうあっても。さてね。条件次第ということですの？そうだな、考えなくもない。どのような？まずはそのきつそうなスーツを脱ぐってのはどうだい？無理強いはしない。嫌なら来た扉から外に出ればいい。資料にない行動だわ。だろうな、その資料が間違ってるんだから。ま、随分と回りくどいことをしたが、君の目的はもう十分に分かった。どういうことですの？俺への依頼はアイドラーの決定ではないだろう。当たりかな。なぜそう思われるのです？それは勘。それと君はアイドラーに名前を連ねる人間かもしれないが、俺担当の連絡員じゃない。これは確証。連絡員のいつものじいさんは確かにスケベ野郎だが、この俺を裏切ることはない。そういうこと。あのじいさんを寝技で解き伏せて俺の資料を拝借し、利用しようと画策した女弁護士とは他ならぬ君のことだ。最初から分かっていたの？それなりの裏は取ったからな。クラス B の探偵は確かに派遣されている。結果殺害された。だがそれは全て君の一存だった。それが本部にバレればよくて除名処分。最悪の場合は刑事事件として追及されるだろう。新進気鋭の弁護士先生だ。法律事務所も真相したそうじゃないか。どこから調達したのか金回りはいい。しかもアイドラーからの依頼は全収入の 70% 以上を占める。そんな時にこのミスはまずい。ではどうするか。クラス B 以上の探偵を雇えばいい。もっと凄腕のやつだ。だがこの日本にクラス A は2人しかいない。1人は実直なやつで落とすのは難しい。だがもう1人は名前からしてヤバそうな問題児だ。こいつは落としやすい。俺を調べ始めた君はついに連絡員のじいさんをその美しい体の虜にし、問題児の資料を片手にこの事務所へとやってきた。てなところでどうかな、俺の推理は。驚いた。やると聞いてはいたけど、噂通りの凄さね。恐縮だ。でも、あのおじちゃんがあなたに内通してたとは意外ね。私の虜にしたと思ったのに。奴にはリベートをたっぷりと渡してやる。要は逆買収されないだけのものを与えておけば問題はないってことさ。ふーん。よっこらしょっ。一体何の真似だそれは。建前はいらないみたいね。本音で話し合いましょうね。
魅惑の胸元だ。今変なこと考えていませんでした？むっちりとした足だ。よーく見てやろう。ダメです、そんなに見つめたら私。肉がいっぱい詰まってるが太めじゃない。程よい肉好きってやつだな。もうちょっと左右に開いてくれるといいんだが。開けゴマなどと言ってもダメなんだろうな。相馬さんが時々わからなくなります。ムチムチしてるぜ。俺様の探偵事務所だ。今は舞子と俺の二人っきりだ。つまり何をやろうが他人は感知しないってことだ。何ってフォークダンスと阿波踊りだからな。ムチムチしてるぜ。ムチムチし、俺は欲求不満か。相馬さん、あまり見つめないでください。私、なんだかなんかわざと気持ちを出しているようだぜ。どうしたものか。まださっきの約束、生きているのかしら。約束？ここで脱げば、依頼を受けてくれるってお話。知らんな。またまた鼻の下、ちょっぴり伸びてるわよ。俺の胸にのの字を書くな。ねえ相馬さん、お願いね。お前な、ずいぶんキャラクター違ってるぞ。自己催眠をたっぷりかけたの。お前は美人秘書だぞって。怪しげな。で、自分に信じ込ませた俺の情報は？情報によると、阿行相馬はちょっときつめのメガネ秘書タイプにご執心なスケベ男だって。の野郎だが当たってる。はあ、熱いわこの事務所。何をしてる。